おはようございます。デベソライダー吉です。本日もバイク乗ってます。今日は金曜日、週末ということなんですけども、会社お休みをいただいております。はい。で、今日はですね BM、走らせてます。本日はね、クレの方、またこの、行楽シーズンにですね、ちょっとバイク走らせて、海軍さん潜水艦とかね、アレイカラス小島だったかな、軍艦が止まってるところね、あそこをちょっと眺めに行って、で福住さんのフライケーキちょっとお土産に買って帰ろうと思います。はい。まあ最後までよろしくお願いします。はい、動画再開です。ちょっと少しねこの BM 話をしておきます。このバイク買ってですね、初の車検が12月初めに来ようとしてます。ちょっとね今回も経費を抑えたいんで、ユーザー車検ちょっと自分で受けてみようかなと、お勉強なんでね。その計画してですね、まあ初めてのこの BM、 なおかつはまあ両目のライトということで、まあ事前にちょっとライトのテスター光軸検査ちょっと受けてきました。はい。結果なんですけども、どうやっても光軸合いませんでした。ですね、ハイビームで光軸検査するんですけども、ハイがこう左右に両方に広がってる、それを合わそうとして、調整するダイヤルいじるんだけど、その広がったままが左や右に向いて、結局真ん中に集まらない、そんな事態になってます。構造上どうやってももうライトばらさないと無理よって光軸屋さんに言われちゃいました。これどうやって合わせてんだろうな、ディーラーさん。ちょっということでね、もう自力では何ともできそうにないんで、ユーザー車検の道が断たれたような形になっちゃいました。はぁ、いらん出費が増えそうやね、困ったな。ちょっと、広島モトラッドさん車検出すかもしれませんので、よろしくお願いします。前回来た時はコロナ禍緊急事態真っただ中でね、店閉められてたんですよね。さあやってるのかな、どうだろうな。開いてないかな。ちょっとまあ一旦バイクは止めたいと思います。あ、開いてる。メロンパン、無事購入いたしましたよ。こんな感じですね。はい。これがクレ名物メロンパンです。昔のあの音質かな、何なんだろうなこの形は。で、中のメロンパンよりもね、中にあんこが入ってまして、白あんかな、それにちょっとメロンのエキスが入ってるのかな。ずっしりところ重たいんです。
はい、これをたくさん買って帰りました、嫁さんと嫁さんのお友達お土産にしたいと思います。はい、呉名物メロンパンも買い込みました。で、次の目的地、呉といえば福住のフライケーキということで、はい、スマホ地図あと2分です。もうほんのあと何百メーターですね。で、ここの入り口左手には呉の冷麺有名な、はい、お店もあります。なんていう店あれ、陳来軒、ですね。私はもう一軒ある、五龍さんですかね。そっちの方が素朴で好きです。なんとなく手作りっぽい。はい、福住さんやってまいりました。こんな感じですね。で、1個90円ということで、皆さんこうやって、フライケーキを買って帰ってます。はい、お世話になります。すいません、6個包みと2つ、はい、お願いします。はい、よいしょ。はい、ありがとう。はい、動画再開。福住さんのフライケーキね、よく詰まるんだよね。はい、買いました。お土産です。はい、それでですね、潜水艦アレイコ島へ行ってですね、ちょっと見てみたいと思います。はい、呉の、中通り本通りを突き進んでおります。はい、もうそろそろここら辺からですね、さすが海軍の街といった感じに様相が変わってまいります。右手もですね、確か海軍の施設だったと思います。いい造船の街ですね。で、右手に見えてるあの赤いちょっと茶けたような、屋根、はいはいはい、見えてまいりましたね。はい、ここがですね、大和を建造したと言われている、はい、あ、これですね、ちょろっと見えてるかな、ドックらしいですよ。はい、ここから下っていくとね、そろそろ、軍艦さんが停泊してるのが見えるんじゃないかな。はいはい、来ました来ました。こんな感じ、もう真正面に。ちょっと軍艦詳しくないですけどね、いろいろ名前があるんでしょうね。もう目に見ると、目の前に見るとね、すごいでかい。はあ、入れるみたいですよ。なんかこうサインかなんかしたら入れるの。へえ、アレイコ島もあるね。はい、入れるのかな、ちょっと聞いてみよう。すいません、はい、ここって見学できるんですか。見学の場合はちょっと広報の方に電話とかをしていただくようになってしまうんですよ。あ、そうなんですか。はい、もしくは知り合いの方、自衛隊の方、基地内のいらっしゃったら、基地内はいないです。あ、もう一般の人は入れないですね。そうですね、はい、そりゃそうですね。確認してもらうようになります。あ、了解です。はい、ありがとうございます。
はい、やっぱりね入れないですよね、もちろんもちろん、はあ、ただね本来は私の嫁のおじさん、自衛隊の海軍のですね10科学校の校長もしてたお偉いさんがおるんですけども、その人の名前を出せばね多分入れると思うんだけど、今は、ちょっとそんなにねそういうことを言って入るのもさすがに職権乱用じゃないかなと思うんでちょっと控えたいと思います。あでも丁寧に挨拶してくれたねあの人、優しいな。はい、到着です。わあすごい、へえこんな感じですよ。でしょう、どうですか、これ最高の景色でしょう。セブンとですね、セブンコーヒーと福住さんフライケーキ、はい、ちょっとゆっくりいただいてみたいと思います。フライケーキからまず開封ですね。はい、どうですか、ここら辺からだと見やすいかな、光に当たるとこんな感じです。
はい、最後の動画再開。ちゅうことでね、アレイカラス小島、堪能いたしました。鉄のクジラね、潜水艦だ、台数というか、数は少なかったですけども、見ることができました。で、福住さんのフライケーキも揚げたてでむっちゃ美味しかった。あそこやっぱ揚げたてに限るね。うん、美味しかったです。はい、で現在時刻11時12分ということで、もう家帰ろうと思います。ちょっとね、午後から、まあ、いうか、夕方からですね、おばあさん、お医者へ通院するいうことで、まあ、連れて行ってあげようかなと思っております。でまた夕方いつものウォーキングにも出かけたいしね、いうことで、まあ、100キロ弱のお散歩になりましたけども、さっと行って帰ろうと思います。はい、ではね、拙い動画になりましたけども、最後までご視聴のほどありがとうございました。